B 軍はアメリカ合衆国テキサス州に位置する軍である。2000年現在、ここの人口は32,359人である。ここの軍庁所在地は B ビルである。B 軍はテキサス共和国の国務長官、バーナード・ EB の名を取って命名された。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積2,280平方キロメートルである。 このうち2280平方キロメートルが陸地で0平方キロメートルが水地域である。総面積の0.02%は水地域となっている。2000年現在の国勢調査でこの軍は人口32,359人、9,061世帯及び6,578家族が暮らしている。人口密度は14平方キロメートルである。 平方キロメートルの平均的な密度に1939件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人67.85%、アフリカン・アメリカン9.90%、先住民0.42%、アジア0.51%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種19.15%、及び 根結2.13%である。ここの人口の53.93%はヒスパニックまたはラテン系である。2000年国勢調査に基づく BE の人口ピラミッドこの郡内の住民は23.40%が18歳未満の未成年18歳以上24歳以下が 13.30%25 歳。 以上44歳以下が35.40%、45歳以上64歳以下が17.80%、および65歳以上が10.20%に、渡っている。中央値年齢は32歳である。女性100人ごとに対して男性は148.40人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は164.90人で、ある。 この軍内の世帯ごとの平均的な収入は28,392ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は32,967ベードルである。男性は26,473ベードルに、対して女性は26,66ベ米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人当たりの収入は16,25ベードルである。 人口の24.00%及び家族の19.70%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の33.80%及び65歳以上の18.30%は貧困線以下の生活を送っている。ビーブルにあるビーン軍庁舎は1913年に建てられた。ありがとうございます。